はい、ということでおはようございます、両手枠です。今日はですね、ヴィッセル神戸対アルビレックス新潟の試合を見に、はるばる神戸までやってきました。今ね、御崎公園っていうと、御崎公園っていうところを降りて、今からノエビアスタジアム神戸に向かっていこうと思います。めちゃくちゃ酒が残ってるのと、騒ぎすぎても声もガラガラですが、よろしくお願いします。今日も頑張って動画上げていきます。神戸さん、全然アウェー来ないけど、どうなってるんですかね。俺にばっか動画撮らせて、また今度行きましょう。ということで、ちょっとじゃあノエビアスタジアム神戸向かっていきたいと思います。せーの、神戸TV。こんな感じの幹線道路をずっとまっすぐ行ってスタジアム向かうっぽいですね。はい、ということで着きました、ノエビアスタジアム神戸。今はあれかな、閉まってんのかな、スタジアムが。こんな感じですね。楽天モバイル、ピンクですよ。今多分10時15分ぐらいですかね。キックオフが13時からなんで、あともう3時間ぐらいあるんで、ちょっといろいろスタグル見ていこうかなと思います。こんな感じでいろいろスタグルあるっぽいんで、ちょっと見てきます。はい、ノエビアスタジアム神戸、楽天モバイル。なんかどこもかしこも楽天モバイルです。なんか楽天モバイル専用レーンみたいなのとかもあったり、めちゃくちゃ売り込もうとしてるっすね。こっちの方にもいろいろあると思うんで、スタグルがちょっとそっち向かっていきます。神戸牛ステーキあったんで、神戸牛ステーキ丼極上赤身食べます。1900円、あっちの方で焼いてくれてますね。はい、2番、赤身ステーキ丼です。はい、ありがとうございます。はい、ということで神戸牛ステーキ丼、めっちゃうまそうですね。ご飯半分にしてもらいました。これから食べます。めっちゃうまいな、これ絶対。神戸牛ステーキ丼美味しかったっす。なんかめっちゃ甘くて、赤身なのになんか脂がすごくて美味しかったっす。もうちょっと30代になってくると脂きついっす。ちょっとご飯食べたら元気になってきたので、あと他にもちょろっとスタグル食べようかなと思います。こんな感じで今スタジアムの裏にいるんですけど、こんな感じで広大な芝生が広がっております。とってもこういう開放感があっていいですね。元気の出るそうめん食べようと思います。はい、元気が出るそうめん、美味しそう。肉とか全部いろいろ入ってますね。完全に今日はノンアルでいこうと思うんで、ちょっとご飯食べて体を元気にしていこうと思います。ちょっとね、雨が降ってきて、あんま天気良くなかったんだけど、結構雨降ってきたので、ちょっと雨宿りで返していこうと思います。そうめんめっちゃうまかったっす。今の体調に最高だった。今こんな感じで人工芝があるので、ここに吹かれたので寝そべってます。はい、11時になったんでスタジアムの中入っていこうと思います。雨がすごくて、まだちょっと今一応ゲートはくぐったんですけど、全然まだ見えないですね。今回一応取った席がメインの S 席の北側、ビジター寄りの方ですね。お、見えてきた。やっとなんか見えてきましたね。
まあやっぱ綺麗だな。いろいろゲート番号が書いてあるですね。106、105とか。メイン上段指定席。あ、でもこれをなんかいいね、このゲートいいね。ワクワク感あるわ。おお。いいっすね。屋内だ。すごい。こんな感じですね。はい、今日はここから見ます。メイン S 席。なんか隣がもうプレミアム席みたいなところだわ。椅子はこんな感じですね。ちょっとね、背もたれが若干小さいかもっていう感じだけど、ホルダーもあっていいですね。結構バックスタンドもいいかもしれない。あと上の方にも席があるんだけど、見えるかな。ちょっと上の方はね、見にくそうな気がしている。そんな感じです。アウェーがあそこですね。いやー、やっぱ屋内っていうのもいいね。開閉式。はい、ということでヴィッセル対新潟試合終わりました。ようやくスタジアム出れたんですけど、ちょっとノエビアスタジアム動線が良くないですね。帰り道結構ずっと待たされたり、一旦遮断してお客さん帰るその止めてたりするんで、ちょっと動線何割って感じですかね。はい、で、まあ、結果の方は、まあ、3対2で、まあヴィッセルの勝ち、新潟の負けっていうことで、まあもう新潟はもう前半あんなサッカーしたら、まあ負けんのはしゃあないですね。いやー、もう前半は、まあどうにもこうにもパスも回んないわ、全然動きも悪いわ、なんなんすかね本当に。小野裕二が最終ラインまで下がってパス受けてて、もう何が何だかっていう感じでしたね。
本当にまあいろいろアクシデントもありましたけど、まあ前半2点取られてよくわかんない感じで、けどまあ後半はね、後半入った瞬間からもう変わったなっていうのが修正できてたんで、いろいろ何が変わったのかが俺よくわかんなかったですけど、でもボール回るようになってたし、各々の距離感も良くなってたし、すげえ後半は良かったんじゃないかなと。まあ負けたけど、後半だけ見れば内容は勝ってたと思うんで、まあそこまで悲観する内容ではなかったかなと思います。もう今の新潟、いかにもそのオープンな展開になってからじゃないともう点が取れないから、もういかに前半ゼロで耐え忍んで後半ガッと点取るみたいな戦い方をしていくしか、まあ本当にないんだろうなっていう感じで、でも本当いかに前半のね点をいかに取られないようにするかが本当大事ですね。選手と個別で見ていくと、もう一番良かったのは今日マイケルがめちゃくちゃ良かったね。なのにあんなまあ3点も取られちゃってちょっとかわいそうであるんだけど、もう今全盛期来てるですね、マイケル。マジで縦パスも入るし、キープもできるし、ドリブル推進力もあるし、言うこと今日なかったんじゃないかなっていうぐらいマイケル良かったですね。であとは、まあ、小島もめっちゃ3点ぐらいかな、点止めてくれたし、あの指かすってあれ止めたやつ、あれマジかっこよかったですね。あれは良かった。であと何より奥村仁くんですね。もう奥村仁くんに 俺たちはもう希望を抱くしかないんじゃないかっていうか、今日めっちゃ良かったし、本当やっぱり最近のアルビに足りないものがいっぱい持ってたなっていう印象で、やっぱり、まあ、最近のスタメン本当にドリブルできる人がいないから、で推進力も縦に出ないし、で結局パス下げてみたいな感じのことが多いんだけど、まあ、大久村君はもう前向いてボール持てるのがすげえ良かったね。でリズムも変わるし、縦パスポンポン入れてくれてたし、もっとい自分でガンガン攻めても良かったんじゃないかなと思うけど、いやでも奥村君マジ今後楽しみですね。あとは誰かいい選手、良かった選手いたかな。まあでも藤原も頑張ってたし、まあいつも通りですけど、まあ点も決めたしね。あそっか、あと遠藤か。遠藤まあ 前々回ぐらいの PK に引き続き、まあ今回もやかしたちやかしたですけど、ちゃんと自分で点取り返したっていうのは偉いですね。あれはちゃん、あ、もうあれしてくれたらもう言うことないです。もう多分遠藤とかともうやっていくしかないと思うんで、遠藤くんに期待しながら今後も楽しみにしたいと思います。あと元木も良かったし、長谷川元木で長倉も途中から入って、まあもっと積極的に行けばいいじゃんっていうところもあったけど、長倉もまあ良かったしね。まあ高木が本当に心配だけど、多分肉離れとかなのかな、あの倒れた感じ、全く接触してないのにボール追って倒れちゃったからね、あれがちょっと心配ですかね。うん、いやまあ選手のやりくり、まあ改めて今日見ててもやっぱりターンオーバーもある程度必要なんだろうなっていうのを動きの悪さ見ると感じましたね。はい、そんなところかな。いやでもまあ後半あの内容だったから良かったです。とりあえず負けたけど、全然勝てない相手では、あの前半がなければ全然勝てない相手ではなかったかなと思うんで、今後また楽しみながらある応援していきたいと思います。雨めっちゃすごいんだよな。そんな感じです。じゃあ両手バックでした。ありがとうございました。